どうも、ねずっちです。佐賀県のですね、多良町の町立小中学校でなんとですね、給食に6000円の佐賀牛ステーキが、提供されたという記事が出てました。何でもですね、地元の畜産会社がですね、提供したそうなんですけども、絵も言われぬ美味しさだったそうですよ。これは6000円と言ってますけども、都内で流通したらですね、2倍に価格は跳ね上がるだろうと言われております。地元のこの、畜産会社がですね、子供たちに佐賀牛の美味しさをね、分かってもらいたいということで提供したというね。これあれだね、文字通り、あ、どうしようかな、これちょっと言うの、あ、どうしようかな、ちょっと言いづれけど、ちょっと、まあ、勇気を出して言うかな。文字通り、ステーキな話だね。やっぱ言わなかった方がよかったかな。ちょっと恥ずかしいね、ちょっとこれね。言いづらいよ。そら言いづらいって。佐賀牛だけに言いにくってね。ねずっちです。では。